俺の名前はヒロシ。ごく普通のサラリーマンをしている。2年前に最愛の恋人のさゆりと結婚して、今は幸せの絶頂だ。さゆりはもともと同じ会社の受付嬢をしていた。社内の男どもの視線を一身に集める美人で有名だった。俺は遠くから彼女を眺めるだけの存在だったが、クリスマス前に思い切ってデートに誘ってみたら、なんと OK してもらえた。そこからはトントン拍子に交際が進んで、付き合い始めてから1年ほどで結婚した。自分で言うのは少し恥ずかしいが、俺たちは周囲も羨むほどのラブラブ夫婦だった。今振り返ってみても、未だに夢なんじゃないかと思うほど、俺は幸せでいっぱいだった。そんなある日のことだった。父亡き後、実家で一人暮らししている母が脳梗塞で倒れて、緊急搬送されてしまった。母さん、大丈夫？ええ、なんてことないわよ。ちょっと転んだだけなんだから。ちょっと転んだって、お医者さんからは後遺症が残るかもしれないって聞いたんだよ。私は全然大丈夫だから、ね。だから、あなたは自分の家庭のことだけを考えなさい。母は強がっていたが、やはり後遺症が残って歩行に難があるようになってしまった。これでは日常生活もおぼつかないだろうと、俺は仕事終わりに毎日実家に顔を出すようにした。ただいま。お帰りなさい。ヒロシ、最近毎日お母さんのとこに行ってるけど大丈夫なの？体調とか。ああ、思ったより元気だよ。後遺症もそれほどひどくないし。そうじゃなくて、あなた自身のことよ。え、俺？ああ、全然平気だよ。毎日忙しいのに、ちょっと頑張りすぎよ。まあ、今は母さんがあんな状況だから仕方ないよ。まあ、それはそうだけど。ああ、それに関してだけど、来週からまた忙しくなりそうなんだ。え、そうなの？忙しくなるってどの程度？多分帰るのが深夜になる日も増えてくるかな。まあ母さんは夜寝るの遅いし、俺は実家に寄ってから帰るからさ。さゆりは先に寝てていいよ。そんなのダメだよ。明日から私が代わりに行くわ。それなら問題ないでしょ。え、いいの？逆に申し訳ないんだけど。当たり前じゃない。私専業主婦だし、義理とはいえ私にとってのお母さんでもあるんだから。そうか、そう言ってもらえるなら嬉しいよ。ならお願いしようかな。うん、あなたは仕事に集中して。それ以降、母の面倒は妻に見てもらうことにした。彼女は毎日のように日中俺の実家へ行ってリハビリや家事の手伝いをしてくれているようだ。ただ心よく引き受けてくれたとはいえ、そこは義理の親子なので変に気を使い合っていないかと心配ではあった。さゆり、ただいま。あら、お帰りなさい。今日はちょっと早いじゃない？うん、先方の返事待ちなんだ。さゆりも今帰ってきたとこ？え、あー、うん、お母さんちょうど寝たから。そうか、毎日ありがとね。そういえば今度の日曜に兄さんが母さんの様子を見に行ってくれるから時間があるんだ。よかったらさ、久しぶりに息抜きにか出かけない？お、久しぶりの二人きりデート？いいね。いつも母さんの面倒を見てもらってるから、さゆりが行きたいところへ行こう。ありがとう、すごく楽しみ。妻は俺の母の面倒を見るには苦じゃないみたいに言うが、姑に毎日会うのはきっと気苦労もあるだろう。そんなことを微塵も感じさせず尽くしてくれる妻を俺はますます好きになった。そして日曜日、本当にこんなとこでよかったのか？こんなとこって言わないで。ヒロシとの思い出の場所なんだから。ああ、そうか、そういえばそうだったな。
初デートでフードコートのたこ焼き食べたの。初めてだったよ。それは言うなよ。でもそんなとこが面白いなって思ってあなたに興味持ったんだよ。あの時はテンパってて何も考えられなかったんだ。それよりご飯食べたら近くの海を見に行かないか。海ってあなたが告白してくれた時の？うん、たまにはいいかなって思って。賛成。行こう行こう。懐かしの海にて。さゆり、改めて母さんのことお礼を言うよ。毎日本当にありがとう。もう全然いいのよ。私はヒロシを愛してるから、お母さんも同じように愛してるの。別にお礼を言われることじゃないよ。そっか。さゆり、あのさ、もうすぐ結婚して2年だろ。うん、そうだね。さゆりに母さんの面倒を見てもらってさ、俺も最近よく実家行って昔のこととか思い出してさ、なんていうか家族っていいなって思ったんだ。うん。だからさ、俺たちもそろそろ子供作りたいなって。子供？うん。きっと子供ができて家族が増えればもっと楽しい毎日を過ごせると思うんだ。いいね、それ賛成。本当に？さゆりもそれでいいの？私も子供が欲しいと思ってたし、ヒロシも同じ考えでむしろ嬉しいよ。そして俺たち夫婦は新たな幸せへの一歩を踏み出した。全ては母さんのことが落ち着いてからだが、妊活について調べたり、子供が生まれてからのいろいろな計画も二人で少しずつ相談していった。ただ残業続きの時期はまだしばらく続いた。俺は残業で会社に、妻は母さんの面倒を見るために実家へ行っていたので、妊活は相談レベルの話でしかなかった。でも3ヶ月ほど経つと母の症状もかなり良くなって、一人で大抵のことはこなせるようになった。毎日のように来てもらわなくてもそろそろ大丈夫よ。何かあった時には呼ぶから、と提案してくれたが、俺はまだ心配だったので実家に見守りカメラを設置することを思いついた。その数日後。さゆり、おはよう。おはよう。今日は起きるの早いね。ああ、ちょっと母さんのところへ寄りたくてね。見守りカメラっていうのを試そうと思って。ふーん、そうなんだ。お疲れ。ん？どうした？まだ寝ぼけてる？そうかも。まあ、俺はもう会社行くから。疲れているんだったら二度寝しておきなね。ありがとう。行ってらっしゃい。行ってきます。俺は、家を出て会社に着くなり、膨大な仕事量に追われ、今日も残業確定だなと嫌になりながらも、夕方頃に妻に遅くなると連絡した。妻は今日も実家に行ってくれているはずだ。夜になりふと見守りカメラのことを思い出し、スマホで映像を確認すると、え、なんだよこれ。俺は同僚に仕事の引き継ぎを済ませて諸々の準備を整えてから妻に電話をかけた。何？どうかした？今どこにいるんだ？え、お母さんのとこだけど。へえ、そうなんだ。え、何？どうしたの？あなた、なんか様子が変よ。そりゃ変にもなるだろう。まずは隣の男に俺のカップを使うなと言ってくれるか。あとそこはもうお前の家じゃなくなるから。はあ？ちょっと、何言ってるの？とぼけなくていいから。隣の男と子供作って、俺に育てさせる作戦だったんだろう。ピルまで処方してもらって、そんなに俺との子供欲しくないのか。ちょっと、何言ってるか全然わからないよ。どうしたのよ？全部カメラに映ってるんだよ。え、どういうことなの？今朝話しただろう。見守りカメラのことだよ。お母さんのとこに設置するって言ってたやつ？そうだよ。今朝はその説明をするために実家に寄ったんだ。
いきなり母親の家で撮影はできないから、カメラは俺の机の上に置いたんだ。うちの自宅はリビングに俺のデスクトップ PC が置いてあって、そのパソコンはアカウントを変えて、さゆりも一緒に使っていた。事実上、夫婦共用とはいえ、紛れもない俺のパソコンだ。え？じゃあ私のこと、盗撮してたってことなの？信じられないんだけど。自分の家の自分のデスクに置いたカメラで、盗撮もクソもないだろ。そこに映る場所で悪事を働いたお前が悪いに決まってるだろ。それは、でもとにかくこれは違うの。言い訳はいらない。今もう家の前にいるから直接聞く。自宅にて。さあ、どういうことか説明してもらおうか。言っておくわ、カメラに全部映っているんだから言い訳は通用しない。俺のことを陰で ATM と呼んでたのも全部録音済みだしな。それは、その、さゆりは悪くないんだ。俺が会おうって言ったから。で、お前は？さゆりとは一体どんな関係なんだ？俺たち高校が一緒で昔付き合ってて、その後もちょくちょく会ってて。ちょっと！俺と結婚してるのに？お前最低だな。しょうがないでしょ。この人は定職についてないんだから。だから他に男を探してそいつを ATM 代わりにするのが正しいと思ったのか。それは本当に申し訳ありませんでした。俺本当にお金がなくて、でもさゆりのことを愛してて、だから悪いことと分かっていても会うのをやめられなくて。ふん、もういいよ。え、それじゃ。うん、当然さゆりとは離婚してお前ら二人に慰謝料を請求するから。ちょっと待ってよ。ああ、この家は俺の名義だし、ローンも俺だけが払っているから、お前には何の権利もないことは分かっているよな。え、そういうことだ。早く出て行ってくれ。待って、違うの。私が本当に愛してるのはあなたなのよ。でもいつも残業ばかりで私も寂しくなってつい。いやいや、何回言ったらわかるの？全部録画してるんだよ。お前が俺のことどう思っているかまではっきりとね。その事実を伝えると妻は観念してうなだれて荷物をまとめ出した。妻が家を出た後、俺はすぐに弁護士に連絡して離婚の手続きを進めた。浮気した二人にはそれなりの額の慰謝料を請求したので、当然生活は困窮したようだ。まあ、俺の知ったことではないが。その後、俺は家を売却して、この際心機一転とスマホも変えた。今は実家に戻って母と二人で暮らしている。そうそう、母にさゆりの介護の状況はどうだったと詳しく聞いたところ、確かに頻繁に通ってはいたが、ものの30分ほどで帰っていたらしい。すっかり信じきっていた自分がつくづく情けないと思った。俺は本気で愛していただけに正直ショックだった。心の傷を癒すためにできるだけのんびりと過ごして、気づけば離婚成立から1年以上の月日が流れていた。そんなある日、実家のインターホンが鳴り、現れたのはなんとさゆりだった。何しに来たんだ？ねえひろし、もう一度やり直そう。は？あれから私いろいろ考えたの。私に必要なのは誰なのかって。そうしたらやっと気づいたの。やっぱり私はひろしのことが好きなんだって。ふーん、不倫男とはどうなったの？あの人は不倫が会社にバレてクビになったの。今はバイトしながら慰謝料を払い続けてるわ。あっそう、だからまた俺に寄生してお金をもらおうと思っていると？違う、さっきも言ったでしょ、私はあなたのことを本気で愛しているの。お前さ、毎日ここに介護に通ってたというのも嘘で、
その上来ても小一時間だったらしいじゃないか。それは。お前、自分から面倒見るって提案しておいて嘘ついてたんだよな。つまり俺への愛情も嘘だったってことだ。そんなことない。そんな風に言い合いをしていると、家の中から母さんが顔を出してきた。お母さんからも言ってください。私がヒロシさんを愛していることはちゃんと伝わってますよね。私のお世話をしてくれたことについては感謝しているわ。でも嘘をついて不倫してた人が息子を愛してる？どの口でそんなことが言えるのかしら。そんな。だってさ、というわけで二度と俺のところへ来ないでくれる？金がないなら自分の親に頼れば。私、不倫がバレて両親に感動されちゃったのよ。へえ、それは大変ね。まあでも実の娘が不倫してたら私でも感動すると思うけど。確かに。その時俺のスマホが鳴った。もしもし。もしもし、ヒロシ、今どこ？ちょっと早めに終わったから先に着きそうなんだけど。ああ、ちょっと急なアクシデントがあってね。もう出れるから全然間に合うよ。そう、じゃあ待ってるね。ああ。ねえ、今誰と電話してたの？ん？彼女だけど。はあ？離婚したばっかりでもう彼女できたの？ばっかりって、離婚成立してからもう一年以上経ってるんだぞ。相手は母さんの面倒をよく見てくれる作業療法士の人だ。高校の同級生で偶然再会してびっくりしたよ。離婚して参ってた時に母さんの付き添いで病院に行ったら俺の心配してくれたんだ。あの人は本当に立派な人よね。誰かさんとは大違い。その人と再婚を考えているし、お前はもう全く必要のない存在ってこと。え、そんな。元妻は何か言いたげだったが、ブツブツと何かつぶやいてゾンビのように去っていった。その後また来られても面倒なので、さゆりの動向を感動したご両親から知らせてもらった。さゆりは不倫男とよりを戻そうとしたが失敗し、他に男を作ったらしい。だがそいつがまたギャンブル中毒で、慰謝料の他にさらに借金を重ねてしまい、今は毎日寝る間もなくバイトをしてなんとか生きているようだ。俺の方は今の作業療法士の彼女と結婚が決まって順風満帆な人生を歩んでいる。今思えば元妻と妊活をしなかったのは不幸中の幸いだった。俺は今度こそ本当の家族を作っていきたいと思っている。最後までご視聴いただきありがとうございました。